こんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回はディズニーで買ってきたお土産の雑貨編を紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ということで前回の動画ではお菓子編を紹介したんですけど、3点買ってきて紹介したんですけど、その動画をまだ見ていないよっていう方がいたらぜひ見てみてください。ということで今回雑貨編も紹介していきたいと思います。それでは早速紹介していきましょう。それではスタート。はい、ということで紹介していきたいと思います。まず買ってきたものはこんな感じ。ちなみにこの動画はお菓子編の動画を撮影した後に撮影しているので、この中に一緒に入っているんですけど、早速紹介していきたいと思います。今回は2点買ってきました。まずはこちら、ドドン。はい、こちらのなんかね、プラスチックのお皿を買ってきたんですけど、すごい丁寧にプラスチックのプチプチに包んでもらいました。では開けていきます。このお皿は前ディズニーに行った時に買おうかなって思ったけど、ママにいらないでしょって言われて買わないで、来てすごい後悔していたものなので、今回は1枚だけ買ってきました。なんか他にもこのシリーズのもうちょっと深めのお皿とかも売っていたんですけど、それはいらないって言われたのでちょっと諦めてきました。本当はね、それも欲しかったけど、でも使わないかなって思ったので。はい、まず一つ目はこちらです。これめっちゃ可愛くない？こんな感じ。こちら一つ1000円でちょっと高めだと思うんですけど、ここにディズニーリゾートって書いてあって、これはパークで食べるフードを入れるお皿、紙のお皿みたいなもののプラスチックバージョンです。こんな感じ、めっちゃね再現されてて、サイズ感とかも同じだと思うんですけど、めっちゃ可愛いです。でこれね、いらないでしょって言われた理由はプラスチックなんですよ。なんか普通の瀬戸とかだったらいいんですけど、電子レンジにかけれなくて熱いものとかをここに入れることができないので、なんか使い道がないと言われたので、これは最初買ってもらえなかったんですけど、最後レンジに持ってって買ってもらいました。こんな感じ、本当はもっと欲しかったけど一つだけ買ってきました。これはいろんなシリーズがあって、コップとかあと深めのお皿とか外のものとかもあったりしたんですけど、私はこれが欲しかったのでこれを買ってもらいました。こんな感じでヤシの実とかミッキーとかミニーちゃんとかドナルドとかデイジーとかついてて、すっごい再現されててめっちゃ可愛いです。はい、これは家でなんかフルーツとか食べるときに使いたいなと思います。これのちなみにもう少し小さいサイズの4枚入りとかもあったんですけど、私はこれを買ってきました。はい、まず一つ目はこんな感じです。今回はこれだけ買ってもらったんですけど、また次回行ったら買ってもらえたら別のものも同じシリーズのものを買ってもらいたいなと思っています。はい、まず一つ目はこんな感じです。それでは次、はい、続いての購入品はじゃじゃーん、こちらです。これはハンドソープ、ミッキーのシェイプの泡が出るハンドソープを買ってもらいました。こちら1つ1200円です。すごい、こんなに可愛くて1200円は安いでしょ。こんな感じで、ちなみにこれ15周年の柄とかクリスマスの柄は持っていたんですけど、クリスマスとか15周年はちょっと柄が結構派手めな感じで1年中使えない感じだったので、1年中使えそうなこちらが売っていたのでこれを買ってもらいました。こちら1つ 250ml 入ってて、ビオレ U のハンドソープが入るサイズのハンドソープなので、これがもしなくなったとしてもビオレ U の普通の市販のものを入れると詰め替えて使えるっていう感じです。こちらはミッキーシェイプの泡が出てきてめっちゃ可愛いです。で裏はこんな感じで書いてます。これはなんかちょっと冬っぽいからで1年中使えそう。こんな感じ、これはね、なんか使ったことあるんですけど、ここからミッキーの泡が出てきて、よくディズニーのトイレとかにミッキーの泡出てくるじゃないですか。そんな感じでそれを家でもできるっていう感じで、これを洗面台とかに置いておいて手を洗う時もすごい楽しいっていう感じで、手を洗うのが楽しくなりそうな感じのものになっています。はい、こんな感じ、これね、ミッキーがすごい上手に出たら楽しいっていう感じになっています。これはこのシンプルな柄が欲しかったので、これもお会計するすごい直前に見つけてすぐパッとママに持ってって買ってもらいました。はい、2つ目はこんな感じです。ちなみに今回は実際に使っては見えないんですけど、多分皆さん分かっていると思うんですけど、こんな感じのミッキーの泡が出てくるハンドソープです。これは1つだけ買ってきたんですけど、なんか今思うと2つ買っておけばよかったなって、2つ買って別のとこに置きたかったので、
2つ買ってきてればよかったなと思ったので、また次回売っていただく買ってもらおうと思います。でこれちょっと開けてみたいと思います。開けるとこんな感じで、はい、開けるとこんな感じで、こんな感じのミッキーのソープを出せるところになっています。これはマイルドシトラスの香りなんですけど、入れ替えると自分の好きな香りのハンドソープを入れられるっていう感じです。はい、こんな感じです。これは洗面台のところに置いておこうと思います。はい、2つ目の購入品はこんな感じです。はい、こんな感じでディズニー購入品紹介の雑貨編は以上です。はい、ということで今回はディズニーで買ってきたお土産雑貨編を紹介してみました。今回は雑貨編だったんですけど、まだ前回の食べ物編の動画をまだ見ていないよという方がいたらぜひ見てみてください。で今回は2点だけ買ってきたんですけど、またねディズニーで買ってきたものとかがあったらディズニーのお土産紹介をやりたいと思っているので、ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。で今回買ってきたものは一年中売っているもので、クリスマスに行ったんですけど、クリスマスのものとかはスペプラになっていて安くなっていたりしたものもあって、でも今回は一年中使えそうなものを買ってきたので、ぜひ気になったものがあったら買いに行ってみてください。で今回12月23日くらいに行ってきて、でもう25日でクリスマスが終わりということで、クリスマスの商品がスペプラになっているものが多かったので、安く商品を買いたいという方は、全部では安くなっていないんですけど一部の商品が安くなっていたりするので、例えばハロウィンだったら10月28日とかに行くことがおすすめです。結構スペプラになっていてお買い得に買えるものとかもあったりするので、ダッフィーの商品とかでもたまに安く買えたりするものとかもあるので、ぜひ行ってみてください。ということでこの動画が皆さんの参考になったら嬉しいです。この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。で今回初めてディズニーでのお土産の購入品紹介をやってみたんですけど、いかがだったでしょうか。ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。ではバイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。